魂のエース斉藤和美がその道を極めるために一流アスリートが歩んできた道のりを紐解く番組ルート66第6回の奇跡は4番への道。 今日はよよろししくお願いますってうかもうございますすすわわざざ来てていいただルートのえででではうううもも今日まさか清原さんが来ていただけるとは思ってなかったんでいやいやもう今日は斎藤投手の泣いてくる球を全部打ち返します もう今日はもういつも以上にスタッフの方があのも緊張感を持っているんで、もうそれが僕はもう必死で伝わってます。はい、野球は小学校の時何年生の頃が始められたんですか。僕は９歳の頃ですね。ロテ三年生ですね。三年生。もうその時まではもうずっと大阪のね、岸和田っていう山奥で、ねはい、飛んだり跳ねたりしてたんで、はい、まあそれが帰って今でいう体感？ ああ、バランス感覚とかですね。だから、からから息はまらないように、このジャンプして飛んでいったりとか、<ー>水,水溜りを。はい。そんなんで、僕らはそうだったから。今の俺、念挫したことないのよ。その中で、いろんな動きで、こう自然と体が鍛えられたりってことです。もんね、ね瓦いってのは、こう重たい石投げたりとか。<laughs> あと、こう、ツンツンツンってやるやつもね。ねはい、これで、サイドスローで、はい、どういう角度で投げたら。 こうやって読むかなとかありますねまあそれはやってましたね子供の頃はそれで肘肩鍛えられたんだ肘肩も一回も痛くなったと思うんだよ本当ですかうん。え。小学校のピッチャーやられたんですかそうそうエースで四番で二刀流二刀流子供の頃みんな二刀流ですよだいたい二刀流ですね小学校は何式ですか硬式ですねリトルビーグなんで たたまたまリトルリ,リーグ入ったきっかけは 50m 走と遠投というのがあってで岸和田で一番になりたいっていうので野球やりたいってどうのこうじゃなくて俺の力試したいみたいなんで、はい、あまずそっちですね野球やりたいとかじゃなくてです、ね、そう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  <laughs> 俺一番投げれるぞみたいなはい3年で遠投が 60m か 70m ぐらいな <laughs> でう石投げてるもん <laughs> いやでもそれでも3年生でメートルすすごいですね5 0ル走も一番やってほ、はい、んならかすごいなんかリ「リトル入ってくれ」みたいなでそれはなりますよねその3年生でそんな足は速、はい肩は強いってなるともう親困るぐらいこうやんちゃしてたから、はい、だからもう俺がリ野球やりたいって言ったらもう親大,大喜びで。 逆に何かこう熱中するものができたんですか、ね、<ー>だから野球にこう集中してくれたら、もうねあちこち謝りに学んで。どんなやんちゃしたんですか。謝りに行かないといけないやんちゃ。<laughs> やっぱ力強いから。<laughs> はい、あの時オラン時ってあのプロレスブームやったのよ。<あー> <laughs> だから学校でプロレスの技かけたりとか、はい、そういうのしたりしてたから。 で実際野球をそこで始めてみて野球は面白いってすぐ思いました面白いと思えるまでやっぱり1年ぐらいかかったかあ<ー>やったやぱりさボールに当たれへんし、はい、で4年生5年生6年生っておるから、はい、そ,その時の1年ってでかいよ大きい,です、ね、いくら3年で力あったとしても、はい、4年生で負けるのが腹立つし。<laughs> 5年生でなんか絶対語られへんしみたいなもう鼻ぼこんって <laughs> でもそこでこう負けん気がってことですねそうそうそれで自分でこうひそかに悔しいからバット振ったりとか <はい S 2> あのランニングしに行ったりとかえ <へー S 2> それでまあある指導者と出会って5年ぐらいかなピール出身の人が監督やってたんでえっすごっ 俺ら殺されるんちゃうかな,な <laughs> <laughs> そっちですか僕ら今聞いた瞬間であそこからなんか縁があるのかなっていう方向に行ったんですけど木村さん的にはそっちなんですよねもう練習はもう異常でだから自分たちの時代は水飲んだらあかんとかそういう時代でしょ <はい S 1> もうそれでノックっつったら4時間5時間やるし走るっつったらもうねうその当時その小学校の時からですか <laughs> 走りましたね あの頃はまだうさぎ跳びケ、OK、ーの試合なんであすごいな全員でうさぎ跳びバーってやって一人崩れたやり直しみたいな <laughs> でそこからまあ中学もうそのまま同じチーム、はい、そうですね今度はリトルシンアリーグってあの中学生はいシンアリーグ,、はい、リーグいろんな高校からも結構スカウトっていうかこういろいろありましたねまあ自分に直接はないんですけど後で両親に聞いた話ではまあ北北海道 北海道からですか南は沖縄まで最後に天理高校奈良の天理高校と、ね、pl を悩まれてたというふうに、はい、あの母が奈良の天理の方の出身で<ー>自分らの当時って天理高校がもう甲子園の常連やったんと思わそうですねそれでまあ僕は甲子園出たい そうやっぱりお母さんとか嫌味やれるわけですよ中学校先風機当たって寝て,て甲子園見てたら「一太郎もな甲子園出てくれたらええけど <laughs> こんなあかん行ったるら甲子園なんか」とかって言ってて、はい、ね母が里帰りする時に、はい、その天理高校の野球の練習見てから「あんた将来ここで野球するんやで」みたいなことを言われたんですよ。<ー> 天理高校に行くもんだって僕は思ってたんですけどあその時はですねはいでも PL さんがすごい熱心に誘ってくれて、はい、もう小学校の時からもう見てたと小学校からですかはい PL の学園の人がすごい。ええそれですごい熱心にあの練習も来てるの分かったんですよ見に来てるの普通の日でもへえ<ー>じゃあ僕の父親があのー じゃあ一回両方練習見に行ってって、はい、え方で決めようみたいな「はい、お前張りたい方行け」はいで天理高校最初は当院で行ってほんでほんな部員が1年生だけで100人ぐらいおったんですよああ学年ですか、ええ、うわすごい、で1年生はもう外で球拾いなんですようんでその後 PL 行ったらガラッと景色変わって一学年だいい二25人全国やってるんで<ー>だから全員グラウンドの中で野球やってるんですよ 一年生から野球の練習させてくれんやったら俺ピール行くわみたいな感じです。もう今でさえそういうなんとかハラスメントとかじゃないですか。はいはい、体罰とか、はい、もうそれとまあ百八十度違う世界ですから。だから何もしてないのに空気捨てるだけで怒られるちん。ちょっと待ってください。<laughs> <laughs> <laughs> 空気。<laughs> いやそういう感覚ですよ空気捨てるだけで怒られる空気捨ててしまわれるみたいなね <laughs> まあ最初の2週間ですかねはお客さん扱いしたるとあ<ー>それからその,そ,その2週間でいろんなことを覚えようと先輩に言われるんですかはいまあいろんな決め事があるわけですよお風呂でそういう湯船に使ったらあかんとか1年生を <laughs> 椅子使うなとかいあお風呂ですかだからせあの風呂場の椅子 えど,ど,うどうして片ひざついてシャンプー禁止とか<こ>「はい」と「家」しか言うなと、はい、あと「え」なんか聞こえない時「え」って言え,<ー>えってなりましたその時に「え」って言った瞬間にドーンと飛んでいくみたいな <laughs> だから聞き直す時は鋭く小さく「はっ」ってこう。 それなら許してもらえるんですか。はってこう。<laughs> いや確かに切れがいいです。はい、歯の切れがいいです。でその先輩の食事の世話とか、あと先輩たちが食事してる時はもうこうやって立ってるんですねそこで食事してるとこうやってこうボーイさんみたいに立ってるんですよ。よ先輩が食事されてる時にですか。それであのー、おかわりとかあるじゃないですか。はい。するとはこうめ顔はあまり動かしてこう目だけ動かして <laughs> あ,あのさ先輩もう一つおかわりするなって時におかわりの時はコンって鳴らすんですよその丼をどらすかそれらす、はい、鳴らすか鳴らせんぐらいにもうつま先返して,て「な <laughs> った瞬間はい!」みたいな感じで「<laughs> それでますますごい <laughs> それが例えばご飯のおかわりやったらば、はい、ーッと走っていって「でじゃああの。 あのー、あれあげてほん、はい、でしゃもじでバラ,ラッてご飯切って、はい、でふっさふさについて失礼します」ゃえ揚げてこうさ下がってその前にちゃんとお茶碗の周りにご飯粒ついてねえからックするんですよこうやってうーわーすごっ下がった瞬間「あついてる!」と思ったら「何やこれ」みたいなそっから始まるんですか、はあ、そんなすごいんですねだからプラスチックのあのあ そういうお皿じゃないですかはい、はい、食器あれがもうブーメランのように飛んでくるんで <laughs> こう立てて「<laughs> お前らこちゃんとせよこら,ら」でバーン投げられた瞬間こっちに飛んでくるじゃないですか、はい、まあ皿とかなんか、はい、あっこれあかんと思ったらこう当たりますよ <laughs> <laughs> 当たりに行くですね <laughs>、はい、<laughs> 何を受け取んだこらってなるんで <laughs> あ逆にですか当たらなかったですねこう こっちこっちにやるんですよう<笑><笑>ちょ笑いすぎて <laughs> いやいやこれなかなかの話ですよこれは 1>, これ1年の時だから僕<い>みんなに言われるんですよもうあんだけ1年生で4番になったらあの一緒ですからね寮生活はその1年から4番を打たれてても、えー、その1年生は1年生 1> 1年生ですかでも もう一てのけ桑田は一切そういうのはなかったですの。はい、それそのその木原さんとかさんとの違いは <laughs> はななこれね後で聞いたんですけど、はい、あのー、監督が言ったのです。あ当然かの中村さんえ、ね、<ー>桑田だけは手を挙げるなって <laughs> そそそこも何年なんですかね。やっぱピッチャーなんで野手は代わりにいくらでもいいじゃないですか。<laughs> えー、で木原さんよくそそういう状況で。 1> 1年生が4番務められましたいやもうねあの野球してる時が一番楽でしたよあ逆にですかでもやっぱり僕が打ったら1年生の時に打ったらやっぱホームランになるじゃないですか,か先輩として面白くないわけですよだから僕よくその宇宙間とかライトどうやってあの打つんですかっていや俺は実は本当は PL の時にレフトにホームラン打ったらしばかれてしまうから 一番遠へんライトへライナアウトにホームランにならないようにならないように<ー>それがだから僕甲子園の第1号がライトへのホームランなんですようん杉浦さんからじゃあ木原さんのあのライト方向のあの飛距離出るのはもう逃げ道やったんですね生き残る道 生き残る道があの反対方向の技術を生んだわけですね。そうそうそう。桑田でしょ。キヨハルでしょ。はい。なんであいつの方が先計画ね。ああいう人に言ったら俺の方が先。そうですね。そういうところを感じるのは多分もう本人僕だけです。<laughs> <laughs>